啓示録一章の8節から20節まで読みます。よろしいですか。声出してどうぞ。神は神である主、今おられ、かつておられ、やがて来られる方、全能者がこう言われる。私はアルファであり、オメガである。私はあなた方の兄弟であり、共にイエスと結ばれて、その苦難支配臨体に預かっているヨハネである。私は神の言葉とイエスの証のゆえに、パトモスと呼ばれる島にいた。ある主の日のこと、私は聖霊に満たされていたが、後ろの方でラッパのように響く大声を聞いた。その声はこう言った。あなたの見てることを巻物に書いて、エペソ、スミルナ、ペルガモン、ティアティラ、サルデス、フィラデルフィア、ラオデキアの7つの教会に送れ。私は語りかける声の主を見ようとして振り向いた。振り向くと7つの金の燭台が見え、燭台の中央には人の子のような方がおり、足まで届く衣を着て、胸には金の帯を締めておられた。その頭、その髪の毛は白い羊毛に似て、雪のように白く、目はまるで燃え盛る炎、足は炉で精錬された真珠のように輝き、声は大水の轟きのようであった。右の手に7つの星を持ち、口からは鋭い刃物の剣が出て、顔は強く照り輝く太陽のようであった。私はその方を見ると、その足元に倒れて死んだようになった。するとその方は右手を私の上に置いて言われた。恐れるな。私は最初のものにして最後のもの、まだ生きているものである。一度は死んだが、見よ、よよ限りなく生きて、死と黄泉の鍵を持っている。さあ、見たこと、今あること、今後起ころうとしていることを書き留めよ。あなたは私の右の手に7つの星と7つの金の燭台とを見たが、それらの秘められた意味はこうだ。7つの星は7つの教会の天使たち、7つの燭台は7つの教会である。アーメン。祈ります。主なる神イエスよ、この主の日、主なるイエスが復活の、一度死んだが復活の命を成し遂げて、二度と死を見ないで天に昇られる素晴らしい命ある道よ、開かれたこの日の礼拝、これがあなたの皆に信仰を持って近づいた我々が生きる尊き意味であり、一番最上の素晴らしい祝福の日でもあります。この日この時間この場であなたに礼拝ができることが許されたことが、人間として生まれた我々には一番感謝すべき祝福の時間でもあります。あなたの聖霊によって罪を悔い改め、ひたすら主に聞き従い、主によって生きる決心をした者ども、助けてくださり、悟る心と力をあなたの聖霊によって注いでくださって、必ずこの時間太陽のように光り輝くあなたの御顔を今すぐは仰ぎ見ることはできませんが、あなたの聖霊によって語りかけられるあなたの御声だけは必ず聞き分けることができますように、そしてその通りに来て命を得ることができますように、一人一人を導いてください。イエス・キリストの皆でお祈りいたします。ハレルヤ。昔私がこの小さい時には韓国で一番田舎といってもおかしくない私のふるさとに、田舎で親とともに住んでましたね。ある日親父が鶏を潰して、鶏を潰している姿をこう見たんです。鶏を
お湯、熱いお湯に入れてまず、全部ディアトリの、この何毛を全部抜いて、その後包丁かなんかでこの真ん中を胸を開けるわけですね。胸を真っ二つに開けて、その次の瞬間その中からこう内臓の部分を取り出したい。取り出した時に私が見たのが、今日祈っていたらそれが今日思い起こされたんで、これはもう何十年も前、50年ほど前の話で、これが今日ここで祈っていたらこれが思い出されたの。主よ、これが何を意味するんですかと祈ったら、そこで見たの、これを見たんだ君は。私が見たのはね、この鳥が明日産むはずの卵、鶏卵、明日産むはずの鶏卵はもうほとんどできてる、卵は。それから次から次へと大きさによって順番にこの細かい豆のような小さいものまでいっぱいそこにもう入ってるわけで、卵はね、大きなものから卵のように豆のように小さなものまでいっぱい入ってるの。これは順番的に生まれてくるわけだ。順番的に生まれてくると、またこれは孵化すれば鳥になるはずの命がそこにいっぱいあるわけだ、うん、なんで顔しかめてるの、みんなおいしいと思って食べてることに。日本人の皆さん卵大好きでしょ。しかし こういった光景見たらそ食べれないかもね。子供の卵までいっぱいあったの、いっぱい。これがその日この親のニワトリが殺されたから死んだから、その中にいた子供たちの卵もみんな一緒に死んでいたの。これが何を意味するのかを今日説明しなさい。これは今日この卵のことを今日50年前に見たのを今日思い起こされたのは、卵と鳥の話をするためじゃない、教会の話をしたいということ。教会よ、教会がイエスの御名によって建てられても破壊者が間違っていると、そこに送られた信者たちがみんなこの世に共に滅びてしまう恐れがあることを伝えるべきだ。マタイの23章の13、15節にこういう話があります。イエス様が世に来られたときに、神の御国を語り始めたときに、イスラエルの当時イスラエルのイエス様が来られるまでのイスラエルの指導者だったパリサイアの人々と書記官たちがイエス様の前に来る姿を見て、イエス様が面と向かって語ったの。マムシの子だった、地獄の裁きを逃れるだろうと誰があなた方に言ったのか。イスラエルの霊的な指導者、今の言葉に、言葉を今の言葉に変えると牧師のような者どもに向かって、マムシのサタンの子だ、地獄の裁きからは逃れることはできない者どもだと、誰がそう言ったのか。神である私イエスはそう言ったのに、言ってないのに、誰が救われると言ったのかって、救いに至る信仰になってないのに、指導者たちがそういう信仰、救いに至らない信仰にあるという。そしてそれでイエス様はマタイ23の13と15節では、災いあれ、災いだよ、書記官よ、パリサイ派の人々よ、災いだよ、あなた方は天の御国の門の前に立っていて、自分たちもそこに入ろうとしないで、そこに入ろうとしている人々まで止めてる、邪魔してる、入らせない。そしてあなた方は災いだ、なぜあなた方は山と川を越え渡って出会う人々に宣教する、伝道する、そして一人の回収者を得ると、一人の回収者を得るとその人を自分たちよりも倍の地獄の子にしてしまうんだと、霊的な指導者たちが
せっかく伝道しては、伝道して神の前に出てきた人々を自分たちよりも2倍も地獄の子供にしてしまうという話なんです。こういう怖い警告がイエス様の口から出されたことを認めて信じる人だけイエス様にアーメンと拍手を送って、この時間から霊的に目を覚まして、霊的に目を覚まして、すべてがアーメンではなくて、霊を見分けて命を得る、地獄じゃなくて地獄の子供になるためじゃなくて天国のイエスの子供になるためにアーメンができる、個人個人そういう信仰に立つことができますように、イエスキリストの皆で祝福いたします。アーメン。皆さん、皆様聞いて、ただよ、これを読んだりただ聞いてるだけだが、その当時本当にイエス様が人に向かってこういう説教しなければならなかった、こういう状況、それでイエス様が人に向かってこういうことをしゃべる時のその状況や気持ちなんか考えてみたことありますか。皆さん隣に座っている人にこのマムシのこと言えるんですか。言えないでしょう、なかなか難しい。それはしかしイエス様はおっしゃった、そう、そのように縛り語られたの。説教は人の顔を見て、人の顔を見て、その人の要求に望みに合わせて注文通りの説教をするのはもう説教じゃない。その人の顔色、気分、感情、どうでもいい。それは霊的にその人の姿が今どういう状況にあるかを見て、それを罪をしてきてそこから救い出すために、今その人になくてはならない命を命じる言葉、霊的な病気を罪から解放させる言葉を一方的に語るのが説教であるべきですよ。自分の気持ちに合わせてくれという気持ちならば、説教を聞く体制に、姿勢になってないことなの。ハレルヤ。世の人々は神様を自分のお気に入りの神様に作り直しての、皆さんテレビを見ててもお気に入りの番組があるし、小説を読んでても自分の気に入る分野がチャンネルがあるわけです。音楽やってても血の果てば何これ、東京 EMC はジャズ風でやってるの、こういうのチャンネルがあるの。しかし説教の言葉だけは自分に合わせる、自分のお好みのお気に入りの説教を求めちゃいけないの。自分の罪を指摘して、自分の霊的な病気を癒していただける、気づいてない世界を気づかせていただき、命をかけても入れない神の御国に必ず導き入れていただけるような、それがイエス様の説教でありますから、そういう自分の趣味と関係なく神が今日何を語るのか、それに全てを集中して語られた通りに生きるために命を懸けるべきなのが説教であり、信者の信仰であるべきだ。ハレルヤ。イエス様だけがそういう説教ができたの。イエス様はそういう説教ができましたけども、世にいる神の指導者、民の羊の群れの指導者たちは羊の群れの顔色に合わせて説教している、彼の欲求に合わせて説教している、これはもはや説教じゃないの。皆さん痛いどころ弱いどころぐーっと刺された、はあこれが欲しくできたのに言われちゃった、これが困ってるのにこれは解決してくださらないで、とんでもなかった、もっと慰めを受けるために来たのに、もっと苦しみを倍に受けて帰るんだ、もっと重荷を負わされた、こういう説教にアーメンができれば皆さんは可能性があります。神の子供に生まれ変わる可能性があります。アーメンです。神の御言葉は 甘くない。聞くとき、読むとき、食べるときは苦い、できれば人落ちでも減らしたい。子供の時は皆さん風邪薬飲まされてもできれば飲みたくないと思う、親は飲ませたい、子供は飲みたくない、抵抗する、飲まずに治されたい、子供はね。信仰も一緒ですよ。
信仰が弱い時、初心者の時にはできれば教会来ないで祝福は受けたい、できれば聖書読まない、説教聞きたくない、説教を20分ぐらいにしてくれればいい牧師になるんだけど、説教が長いからダメだ。これは初心者の、小学校では30分40分以上授業しないの。でも大学院の修士があって博士があって行けば1時間ワンタイムが90分なの。180分になることある。もう午前中ずっとやる時もあるの。ハレルヤ。なぜ？成長してるから。霊的にもやらないで、できればできれば避けて通りたいと思う人、あなたは赤ちゃんです。赤ちゃん。できれば何にもないで、ただ信じますと言っただけで天の国の席に入れてもらいたい、あらゆる祝福も受けて、受けさせてもらいたいと思うことは、そういう人にがいればね、こう言ってあげなさい。赤ちゃん、分かったって、お母さんがやってあげるからね、赤ちゃん扱いしなさいよ。だって父に赤ちゃんだから、自分の正体分からないと成長できませんよ。赤ちゃんは成長を求めるの。でも赤ちゃんでありながらお父さん、大人だと思ってる人は成長を目指さないの。できてると思う、立ってると思うから。なぜこういう説教するのか分かりませんね。分かんないの、世の教会が、世の人が。自分たちは立ってると思うけども、神の観点から見ると全然立ってない。先週も語ったはずですよ。神の人たちが神を知らない、神の人たちが神を知らない、神の国も知らない、霊的なことも知らない。無知の中にいるから、また滅ぼされる、またチャンスを逃すの、また元に戻る。神様が今嘆いておられます。神が嘆いておられます。話はできる信者がないように、神様と話はできる信者がないそうですよ。だってみんな神様との会話には関心がないの。悪魔のささやきにみんな耳を貸してるから、お父さんである神様には興味がないの。こういう意味が分かった人だけ、分かんない人は分かるまで、悟るまで祈って、皆さんの霊を起こしていく、起こしていく信仰に立ちますように。主イエスの皆で祝福いたします。アメン。神の子供たちを養って、天の御国まで導くべき教会と国会者たちが一生懸命伝道して、一生懸命数を増やして、一生懸命教会を大きくして、これを救いの箱舟にするんじゃなくて、大型企業作りを当てる。今今日今日がまるでそのような邪悪な地帯であろうとはっきり悟って、邪悪な地帯から目を覚ましまして、あなたの命を守るために永遠に救ってもらいたいと思うならば、企業の中にとどまっていないで救いの箱舟にさっさと逃げて移るべきだことはっきり信じますよ。イエス・キリストの皆で祝福いたします。主イエスがそれをおっしゃったの。あんた方今のままだと間に合わないと。あなたは牧師なの、マムシの子じゃないか。この人が牧師だと思ってそれについてるの。共に2倍も3倍も地獄に、地獄の子供になるんじゃないか。イエス様はこうおっしゃったの。この意味が分かりますか。知ってるのが信仰じゃない、知ってるのが信仰じゃなくて、パリサイの人々、書記官たちは聖書の博士でしたよ。立法の博士、立法の博士だから、知ってることから言えば彼らは指導者、一番天国に近い。しかしそれは関係なく、彼らはイエス様に神の御国と全く関係がないような、完全にサタンの支配下に入っているようなものであると。マムシの子だというのは神の子でサタンの子だという意味なの。そのまま解釈して、このままアーメンですが、イエス様がわざわざこういう言葉を使ったのは、自分の人気を奪われてもいいからじゃなくて、わざわざこういう厳しいを使ったのは、状況がその通りだから、それをありのまま描いて説明しただけなの。ありのまま、ありのまま、霊的にありのままの状況が読める人、
ありのままの自分の霊的な姿が読み取れる人になりますように。間に合ってないのに、間に合ってると勘違いしまして、サタンの声に従いながらも教会の人だというふうに思い勘違いするような人にならないように、主イエスの皆で祝福いたします。アメン。ある教会が扉を閉じるときに、本当にもう神の教会は一つでもたくさん建てられてほしいと思ったのに、教会が潰れていくのを見て嘆きながら祈ったときに、主の声が聞こえてきまして、この教会は一日も早く畳んだ方が勝利だ。こういう言葉を聞いたことありますか？一日も早く教会閉じるのが勝利だ、勝利だ。これはサタンの声ですか、聖霊の声ですか？聖霊の声なんですよ。教会畳むのが勝利だというのは、本当はこれはサタンの、本当はサタンがそれを望むんだけど、聖霊様をおっしゃったの。なぜ2倍も3倍もせっかく選挙しては、もっと地獄の子にしてしまう教会は早く畳むのが勝利だって。本当にこういうのが実際にあるんだ、あ、本当にこういうのがあるんだなということが皆さん悟れば、霊の目が開く瞬間ですよ。霊の目が開き、霊の耳が開いたら、こういう話が当然なの。それから見えてくる、聞こえてくる世には、神の教会らしい教会よりサタンの教会らしいサタンの集会がもっと多い。これがこれから見えてくるはずなの、見えてくるはずなの。サタンも信者を集めてると信じますか皆さん。サタンも信者を集めてる。それで安心させて全部をかき集めて地獄の火の中に連れていく。これは皆さん、去年主イエスが教えたの。去年リバイバルといえば聖霊によるものだと普通我々は思ってるの。普通にね、リバイバルって、ああリバイバルが起きたといえば当然聖霊だと我々みんなそう思うの。しかし主がある教会を見せてくださりおっしゃったの、これが聖霊によるリバイバルなのか、あるいは他のものなのか、他のものサタンによるものがあることを聖霊が先週だって去年見せてくださったの。サタンによるリバイバルという言葉は本当は使ったのありませんよ。本当は使ったのありませんよ。ありえないから。しかしリバイバルを装ってサタンが人を集めて皆まとめて地獄に連れていく、こういうのを例えでサタンのリバイバルだと言えるそうですね。理解できますか？それで迷路開いてくださり、これが救いの箱舟だと、これがこういうところが救いの箱舟だと勘違いして安心して賛美歌歌いながら地獄に行く、こういう団体が教会がこれから目に見えてくるのを主が去年から、いや一昨年の12月から警告しまして、去年1年間の間にほとんどそういう流れをもう見分けて今日に至っています。これは牧師一人が見て楽しめ、一人が見て楽しめてみなくて、正しいことを見たならば皆さんに伝えて、皆さんも正しく信仰に立ち返って、一つしかない命を確実に守る時代に備えていくべきだと。そして皆さんと私に出会う人々が確実に救われて神の国に行くまで間違いなく生きないといけない。沈没していく船に乗ってる人、沈没していく船に乗ってる人たち、頑張ってね。大変でしょ、頑張ってね。これでいいですか？まだその人は今自分の乗ってる船が沈没していくのに、沈没していくのに頑張ってね、向こうから叫ぶ声を聞いて、うん分かった頑張るからね、で船とともに沈没していく。沈没していてもいいですか？あるいは頑張ってねって言われたら、なんか俺に問題あるのか、うん、あなたの乗ってる人今沈みかけてるよ、あっそう、脱出しないと、命綱でも投げろと、その船から出るべきですよ。アメン。警告のアナウンスは聞きながらも、危ないよ、あなたの船が沈みかけてるよ、
警告を聞きながらも、うん、そう、分かった。よし、頑張ろう。それと言いながら、そう思いながら、そう考えながら、そこに、その船に乗っていればどうなるのか。その船に乗っていればそのまま沈んじゃいますよ。沈んじゃいますよ。ソドムとコモラの町を神が最後に、もうこれ以上待ってられない、最後に滅ぼす計画をしたときに、そこにいた誰ですか、ああそうですね、ロットの家族を、アブラムの取りなしの祈りを聞いて心に留められて、ロットの家族をそのまま共に巻き添えにさせるわけにはいかないと思って、二人の天使を使わします。二人の天使が行って福音を伝えても誰も言うこと聞かない。ロットの向こうたちは冗談だと思ったの。今説教を聞きながら冗談だと思っているあなた、神の声だと思わないあなた、ダメですよ、ダメだってば。冗談だと思う人がいたり、聞き流す人もいたり、ロットと家族は、奥さんと娘たちは、はあ、従う気持ちはあってもまだ躊躇してるの。今まで何十年も住んでいて、定着していて、陸大的には住みよい町でした、ね、東京、はあ、世界的に住みよい町、世界的に住みよい町が東京なの。手を伸ばせばどんな罪でも犯せるし、もう罪を犯す準備ができてる町なんだ。陸のためにはいくら楽を求めても、もう不自由な、そういったもうシステムになってるの。東京、ソドムとゴモラもそうなんです。アメリカ、男と男、女と女、同性愛、国の法律が出て通ったのを認めて、ソドムとゴモラが滅びる寸前にこういうここまで来てましたね。同性愛はもう罪の極めですよ。滅びる寸前に人々が至るところが同性愛だそうです。信じますか。アメリカはもうここまで来てるの。アメリカを起こさないと、霊的にアメリカは今度はこうなっていきますよ。沈没していくのをこの目で見る時代がもう来てます。脅かしじゃありませんよ。今の状況がそうだという。皆さんと私も正しくいけないと、例外ではありませんよ。アーメンですか。アメリカ見なさい。今日何日、2015年7月19日、今日11時の説教ではっきり言いました。アメリカがこれから悔い改めないと、これからこうなりますよ。アメリカがためになります。なぜ、法律で受け入れたから。これはもうこれ以上の罪がないそうです。神の前では。神の創造の法則を翻すもんだから、これ以上はアメリカを許せないの、神様が。ですからアメリカは当然こうなっていきます。アメリカは深刻なの。アメリカはイエス様を信じない国だと思って皆さんが祈れば間違いないんですよ。意味が分かりました。アメリカのクリスチャンたち、ああいうのを認める教会、もうサタンの支配下に完全に入っています。このままだと地獄の一番地ですよ。心の中でも認めちゃなりませんよ。アーメンですか。やっぱりアメリカは民主主義の先進国だから違うなと思ったあなた、悔い改めないと共に行きますよ、地獄まで。アーメン。これはね、金の奪い取りの話じゃないの。命を、人の命を永遠に火の中に投げるか、あるいはそこから救うかという話なのに、アメリカのオバマ、あれが大統領だって、アメリカの国家指導者が統制やようが普通化したのがアメリカ国会で、アメリカの勝利だってサタンの使者ですよ。誰が、オバマの発言はサタンの使者じゃないと、ああいう発言ができないの。これが民主主義国家の焦点じゃありませんよ。頂点に立った民主主義国家だからこういう法律が通ったというふうに思っちゃなりません、皆さん。これは平和でも自由でもありません。これは永遠なる縛りであると、永遠なる縛り、サタンの支配下に入る宣言であると、はっきり悟りまして、自らを守る人になりますように、家族を守る人になりますように、国民族を世界の地の果てまで真に思って守る人になりますように、イエスの皆で祝福いたします。
アメリカは沈没していく船なんです。今の世にある大きな教会ほとんどが沈没していく船です。そこから今すぐ脱出しないと、あなたその船とともに地獄のどん底まで行くことになっていることをはっきり悟りますように。イエスの皆で祝福いたします。今はロットの時代だって、今は日本人のような丁寧な姿で、丁寧なやり方で、優しい笑顔で伝道ができる時代ではない。ロットの奥さんとロットと二人の娘までも命を懸けてこの町から離れてあの山に逃げなさいと天使に言われた時に躊躇していたの。躊躇したら天使たちが手を取らしてよ、家族の手を取らして手を握っていっぺんに命を懸けてです。そこから手を取らしてよ。だみんな手を握って隣の人、いくら言っても聞かない人、おいって言ってくるんだよ。それで町の外れに逃がした、連れ出したの。連れ出さないとついてこない人がいるんですよ。アメン。今は強制的に無理やりでもまず救っておけば、まず救っておいて、その後殴られてもいいから、もう今はそういう時代なの。沈没していく船を見て丁寧な顔で頑張ってねと、これが 今までの日本人なの。頑張ってねって、あんたの笑顔がその人を滑ったんだよ。今滑ったんだよ。笑顔を見せないでピンタ殴られる覚悟でイエス様信じなさい。今日教会行こう、ちょっと旦那の手を握ってきなさいよ、奥さんの手を握ってきなさい、兄弟の息子の手を握って教会来るべきですよ。だって放っておけば沈没していくから。アーメンです。そこから出てくるべきだと、出てくるべきだと主イエスが。これ今はね、礼儀作法なんか考えてる時じゃない。日本人の礼儀正しさ分かります。それをそればかり守ってると神様の前での礼儀が守れなくなるの。すなわち救いに至る道が開きませんよ。家族にも声をかけることはできない、家族も誘うことができない、イエス様の前に。こういう日本人の超自由主義、これはもう超自由主義なの。これは法灯なの、法灯。みんな一緒に、超自由主義は法灯だ、法灯な時代なの。神の真理と関係なく全く生きてるから、法灯です、法灯。自分勝手なの、それはもう決まっちゃってますよ。見込みゼロ、沈没が、滅びが決まっちゃってる。こういう中から救い出すべきだ。アメン。今日イエス様も死んで、一度死んだが今生きて、一度死んだが今生きてる方、初めであり終わりであるその方、その方が今日語りますよ。誰に？天使によって使徒ヨハネに語ります。それを見た通り、語られた通り書き留めなさい。書き留めて啓示録という本を作りなさい。それから世にある七つの神の教会に告げなさい。それから世にある神の教会の耳ある者たちだけは聖霊が告げるのを聞きなさい。はあ、秘密がありますね。聖霊様はどうやって告げることがある？しもべに、天使によってしもべに与えられて聖書に記録したものを、しもべの口から説教して語るときに、それが聖霊に聞くことだと。悟りますか？もちろん聖霊から聞く方法はいろいろあります。ルカの福音書17章の24節で、金持ちが死んで、救い得ずに死んで炎の中で叫びますね。死んだ人の中からラザロのような救われた人を自分の親父の家の兄弟たちのところへ送って、イエス様を信じないで黄泉に下った
金持ちが来てるこの黄泉には火の中には来ないように福音を伝えてくれと叫んでお願いしますよ。しかしその時アブラムが信仰の先祖である楽園にいるアブラムが応答して神が何と語りました。彼らにはまだ肉体を持って生きる世にいる人々にはモーセと預言者がいる、聖書がある、牧師がいる、伝道師がいる、教会の執事がいる、彼らがイエス様を信じなさい、こういうふうに正しく信じなさいと伝える、その時に聞かないとたとえ死者の中からよみがえる者がいて私は天国を見たよ地獄を見たよと言っても信じる者がいないんだ。ハレルヤ。信仰は、福音は誰が伝えるべき？福音は人、信者になった皆さん、皆さんが伝えるべき。福音伝道の主役は皆さんですよ。アーメンですか？伝道してますか？伝道してます？何でもアーメンなの考えないで。伝道してる？ハレルヤ。素晴らしい。伝道してますか？あなたが社長ですよ。伝道会社の。天道株式会社の社長ですよ。皆さん一人一人が天道してますか？何？目を合わせないの？みんな一緒にあなたが天道株式会社の社長だそうですよ。アーメン。これは死んだものでも彼らがよみがえって語ってもできないものなの。まだ生きているあなた、イエスに結ばれたあなたが唯一の伝道者なんですよ。信じますか？皆さんが語ったら人を救うの、皆さんが黙っていると人を救われない、救うことはできないという意味なの。ハレルヤ。岩崎君も岩渕君が伝道してここに来てるね。人生疲れるでしょ？疲れますよ。ハレルヤ。なんでわけのわからぬ話をするんだと思うでしょ皆さん。牧師はね、そうなんですよ。人を連れていかないと。語るのが能じゃなくて連れていくのが能だから。アーメンですか？語っても聞かないと意味がないの。連れていかないと、疲れた皆さんを起こさないと語るのは意味がないの。隣ちょっと起こして、おはようと声かけて、おはよう。人生疲れるな。昨夜も疲れたよ。ため息が出る牧師は、ため息が、一日ちゅう祈って、椅子の上で祈って寝て、朝説教したら、態度悪いの。神の国は難しいって。イエス様がおっしゃって、イエス様が天使に命令して、天使が使徒ヨハネに書き留めらして、使徒ヨハネが書き留めたものをまだ説教を通してたくさん祈って説教したら、みんな居眠りしてる。ですから耳あるものだけ聞きなさい。天国に関心のあるものだけ聞きなさい。必ず救われたいと思っているものだけ聞きなさい。神の教科が世に完璧に707、完璧な数字、7以上あったよ。7以上あったんだけども、7だけを取り上げたのは、7に向かって語ったら世にある7万個7千個7万個の教科に全部間に合う話だという意味ですよ。悟ったならばアーメンとしよう。7つに向かって7通り語ると、7千7万70万700万7億人に語っても同じような話がそこに全部含まれたという意味なんです。アーメンできます？7の教会に、すなわち世にある全ての教会に語っても、耳があって聞いて悟って立ち返って悔い改めて神の子供に生まれ変わって天の御国に入れるような信仰になったのは2つの教会しかなく、5つの教会は脱落寸前。これだけ世にある信者たちの態度が、信仰生活がめっちゃめちゃな、めちゃめちゃ、もうある教会はサタンが支配してる。そこに集まる人々はみんなサタンの集いだって。サタンの集い、みんな神の礼服を着てない、みんな黒い服ばかり着てる。
霊の目が開いてここを見たらここはどうなんでしょう。以前主が一度見せてたの、一つの土とも余らず全部埋まった時に4人が黒い服でした。まだ他の全員は白い服を着てるんだけども4人だけはまだ黒でした。これは世にこんな教会ないの、珍しいの。しかし4人でも黒があっちゃいけない。俺は4人でも黒があったら賃金救われて神の国に行けるような状態に なってもらわないとダメなの。自分は救われて4人は救われなくてもいいですか。いけませんよ。アーメンできます。一人の黒で救われる教会になるためには今の世にぼーっとして座ってちゃなりませんよ。ハレルヤ、アーメン。7つある教会に向かって神様が語ったのに、自分たちはみんな神の教会だと思ってるの。教会通ってる、礼拝してる、賛美もしてるの。しかし神が見たらサタンの支配下に入ってる。白い衣を着てない、サタンの子供が着る黒い服を着てるものがたくさん。こういうのが皆さん自分で見て分かるようになるべきでも、分かるように。アーメンです。牧師はイエス様じゃないの。牧師もイエス様信じて救われる人間の一人なの。皆さんも人間の一人、私も人間の一人なの。皆さんも救われるべきだし私も救われるべきなの。というのは牧師だけ正しくなっても意味がない。皆さんも共に正しくなって礼服を着て神の国に入れるような信仰生活にならないと意味がない。そういう意味なんですよ。アーメンですか。人々は勘違いしてても神は神の目で見るとみんほとんどが脱落、7つのうち5つが脱落だって。最近 WCC など、 WCC はイエス様じゃないと命の救いがないという、私以外には神がない、天下の人間に救いを得させるために与えた神の名は唯一イエスしかないということを、これを守るのはキリスト教の信仰ですよ。しかしこれ以外の宗教もあんたとも頑張れば頑張れば頑張れば、みんな世界中の宗教全部それぞれ頑張れば肉体の後に我々天国で会えるね。こういう笑顔でみんな助け合って、それが世界平和のために宗教間の妥協を出す。世界平和のためにイエス様は世界平和のために来たんじゃなくて、家族と敵になり世界の諸民族と敵対することはあっても、剣を与えてサタンとの世の中の肉的な関わりをじゃあプチュンと全部切らして、神の唯一の子供にならしめるために、神様イエス様はここに来たと、この世に来られたとおっしゃったのに、世の牧会者たちは世界中がどんな宗教でもひどつだって、世界平和を求めるためにイエス様と正反対に向かっている。テサロニケ2の手紙2章の3節にイエス様再臨される前には廃墟、イエス様に背を向けてイエス様の教えから離れていく者どもが、そういうそれが廃墟って、廃墟はね、キリストの教会が一人札じゃなくて教会ごと世界的にこういう流れが発生するという意味ですよ。去年私たちはそれをこの目で確認しています。去年のうちもうこの目で確認しています。分類ができます。分けることができるよ。できるほど見ています。彼らの教えはイエス様から離れている。神の創造の法則、統治の法則に逆らいながら、それが愛だって、それが世界平和を求めるためだって、これがサタンの声であろうとはっきり悟りまして、夢の中でもそういう話にアーメンと言ってサタンと共にサタンのために用意された火の中にまで行く人がいませんように、主イエスの皆で祝福いたします。アーメン。そこから出てくるべきだし、いまだにその中にいる人は沈没していく船に乗っている人と一緒だから、早く救い出して、もう無理やりでも救い出す、無理やりでも、うん、流れていく人、あるいは枯れ木などに埋まっている人々などをレスキュー隊が、救助隊が救う時に、助ける時に意見を聞いてみようの、いちいち今から丁寧にあなたを助けてもいいですか、このまま放っておいてもいいですか、
こんな救助隊いるの、流されずに、あ、お金欲しい、分かった、お金の束、パン欲しい、パン、ミンクコット、ちょっとちょっとちょっと、こういうレスキュー隊いるの、今から私、日本人だけど、あんた、丁寧に近づいて、あなたの隣に揺らして、ちょっとあなたの手を握らせてもらって、そこから救い出してもいいですかと、丁寧に声かけて、相手の意向を聞いてから近づくレスキュー隊いるの、流されていれば、すぐ誰であろう、関係ない、罪人だっても、誰でも関係なく、まず飛び込んで、その人を助け出す。これはレスキュー隊も知ってることを神たちが知らないのは、これ神の人の良心持ってないということだ。アーメンできますか。皆さんがイエス様を正しく信じればどこ行くんですか。天国に行くんですか、地獄にですか。地獄に行くんですか。天国分かんない、死んでみないとね。そう、正しく信じれば天国に行くんですよ。自分はそれを信じていながら、正しく信じない人々を見て見ぬりをするのは、これはサタンの子供ですよ。イエス様の子供は見て見ぬりはできませんよ。迫害を受けても、アメン、ほっぺた殴られても、まずイエス様を語るべきだ。嫌がられても、まずイエス様を伝えるべきだ。アメン。今は流れていくほど沈没していく船から、まだそこから出ようとしない人々を近づいて手を出して連れ出すべき時期だそうです。イエス様が信じますか。躊躇していたら、もうイエス様が来られたら終わりだから。イエス様の前に来てもね、来ても、信じる決心して来ても、本当に生まれ変わって必ず救われて神の国に入る準備ができるまでは時間がだいぶかかりますよ。昨日ちょっとそればっかり考えてたの。いやー、ここに来て何年も何年も帰ってる、新学生になる、もうこう、いやー、いつこういうふうに、今から来る人たち、いつこう育てていくの、いつ天国にふさわしいものとして育てていけるか。もう時間がないのに、今来ても間に合わないのに、来てからも何年も何年もかかるのに、神様はこの人たちどうすればいいの。目の前に来ていながらも言うこと聞かない人々、どうすればいいですか。この言葉伝えなさい。主がおっしゃったの、方法はないって。神様にも、イエス様にも方法はないそうですよ。耳ある者、天国に関心がある者だけは聞いて救われる。イエス様にも仕方ないそうです。意味分かりますか。これ深刻な話ですよ。私はちょっと深刻な顔できないんでけれども、深刻な話なの。耳あるものでないと、いくらイエス様が聖霊によって語っても仕方がない。イエス様にもかなわぬ話で、イエス様にもかなわぬ話。じゃあ最後に耳をちょっと触ってみて、耳があるかどうか。こんなあってもなくてもいいような耳飾って歩かないでね。霊の耳、信仰の耳、心の耳をパッと開いてほしいという意味です。アーメン。こんな飾り物いりませんね。これでは通りませんから。皆さん、人が考えたより神の国に行くのは厳しいですよ。厳しい。あ、神牧師がこれだけイエス様にもう尽くそうと思っていても、まだダメ、まだ準備ができない人がある。勘違いしないで。今ここに座っている人がみんな白い服着てると勘違いですよ。それはこれはまあ後の話、後の話。ハレルヤ。じゃあ聖霊、教会は聖霊様が治めて、教会に今イエス様が来られるんだったら皆さん大変ですよ。毎日毎週イエス様がここに立って説教すると皆さん大変ですよ。なぜ今日使徒ヨハネがイエス様の光り輝く、太陽のように光り輝く姿、その眩しい姿を見たときに、イエス様は、使徒ヨハネがその前に倒れたの、どのように死人のように、死人のように、なんで復活して天地万物を治めるイエス様は、皆さんと私のようなこういう罪人の姿じゃありませんよ。アーメンできます。
さっき読んだでしょ、イエス様の姿は目も真珠のように輝く、衣からも光が出るの、眩しいほどの顔は太陽よりももっと輝く、もう見ることは顔を合わせることはできませんよ。ちょっと見ただけでも死人のように倒れるの。我々はイエス様が毎週ここに立って説教したら、みんな皆さんこういうふうに座ってもらえないの、みんなパダク。イエス様がだから今聖霊によって語っていますよ。アーメンですか。聖霊によって語ってたらまだイエス様を無視したのね。偉そうに。時代は深刻で、今日は世にあるほとんどの教会がためになっていく、そういう話をスタートしますけど、来週からも主が許す限り啓示録の2章と3章にある7つの教会について、理解でやるか、あるいは7回でやるかはこれから祈ってみます。ただそれをこれから説教しますよ。なぜかというと深刻だから。人々の考えとイエス様の考えは全然違う、今全然。それでも今、こういうインターネットの時代から、だから教会の名前は言えませんから、言えないんだけど、もう名前まで取り上げて、これがこうだったと、いやこうだと説明ができるほどの時代に今なってきてるの。ですからイエス様の再臨も間近なの、間近。ハレルヤ。寝てる人は今起きないといけない。目をつぶってる人は目とパッと開けないといけないの。もう気をつけないといけない、気をつけないと。アーメン。みんながおいしいと思ってサタンの声にアーメンアーメンと言いながら、サタンの声に地獄に向かっておいしいと思いながら、楽しみながら向かってる。信じない人は言うまでもなく、信じる者どもがよ。なぜなんでしょうか。みんなサタンの巧みな計略に騙されたからです。信じますか、認められますか。こういうのが神の観点から見ると皆さんにも見えてくるんですよ。見えてきます。来週から主が許される限り、啓示録の2章と3章にある7つの教会について、語らせていただきます。もっと心を引き締めて、本当に今の基本的に今のままでは間に合わないということを考えれば間違いないんですよ。アーメン。ここには立っている人は一人もいません。私も立っていると思いませんよ。立っていると思いませんから、皆さんよりもっと祈ろうと頑張っていますよ。立っていると思う瞬間はみんな倒れる瞬間だから。アーメンですか。私たちはただの一瞬も立ってられないの。ただの一瞬も聖霊に導かれて守られないと立ってられないのが皆さんと私とでありますよ。アーメンできます。こういう緊張感がなくなってしまえば、もうイエス様から離れる瞬間であると今悟りますように、イエスの皆で祝福いたします。祝福いたします。それでは祈ります。個人個人、聖霊の御声を聞いて生きてるか、本当に聖霊に導かれてるか、あるいは勝手に生きてるか、サタンに導かれていながらも気がついてるかついてないか祈って、自分の状態を信仰チェックして祈るべきです。